はい、皆さんこんにちは、鈴木貴博です。南多摩に訪れて、まさにビジターとしてですね、まあ、訪れて、いろいろね、その周辺を、まあ、動画を撮った日の前日に、まあ、散策したんですけれども、まあ、その帰りはですね、こうやって多摩川沿いをですね、歩いてですね、こう南武線の帰路ですね、その帰路っていうか、その帰る道をですね、こう南武線や東武線路線、京王線かなとか、いろんな電車を見つつ、辿ってますね。途中その、なんとか風の道っていうのがあるんですけども、そこのところでですね、そのこううまくこう電車の線路をかわしつつですね、そう通過していく。で、ここはですね、その夜に自転車に乗ってるとですね、途中でこう分かんなくなってですね、こう行き止まりになってしまって、で折り返し戻ってですね、でまた道を探すっていうことにもなりかねない道になりますね。で昼間はよく見えるんですけれども、夜中はちょっと見づらいかもしれないですね。うん。で、まあ案内標識はちゃんと立ってるので、困ることはまあそこまでないと思いますけれども、うん、まだこういうところの伸びしろってまあ多分あって、ただ今後工事なんかは多分進んでいくんじゃないですかね、ちょっと分かんないですけど。でその、まあ、東横インホテルっていうところにまとまったんですけど、まあ、そこってビジネスホテルなんですよね。でまあ、ああいうところに泊まるとつくづく思うのがですね、その僕自身のその性欲ってまあ普段あんまないんですけれども、なんかああいうところに行くとですね、なんかちょっと性欲が枯れるような感じがします。なんかわかんないんですけれども、なんかその不思議なことに、はい、なでもビジターなんでやっぱそういうですね、場所を汚すわけにはいかないということで、すごい我慢しましたけれどもね、僕も一応男なんで性欲ってやっぱあるなというふうに感じます。はい、僕の友人なんかは性欲ってあんまもうないんですなんてことを言うんですけど、僕ってやっぱりまだなんだかんだ31歳若いなというふうに感じますね。すいません、下ネタ言ってしまって。でまあ、そのホテルの中で朝食っていうのが出るんですけども、まあ、それもしっかり食べて、はい、まあコロナ禍とは言いつつですね、ちゃんとバイキングなんかでちゃんと食事も取りつつっていう感じになるんだと思いますけれども、僕はそのお部屋でお召し上がりというそういう感じにしました。お弁当なんかもう配られているので、その単なるバイキングではなくてですね、なので僕はお弁当と、コーヒーをですね選んで、あと熱湯台と野菜ジュースなんかもですね選んで、こうお盆に取ってそのお部屋でお召し上がりっていう感じにしました。でまあ、12月5日ぐらいからですね、そのホテルがですね、その宿泊型療養施設っていうものを、ね、利用されるということで、ホテルの一般の貸し出しっていうものがですね、ちょっと一時的になんか中止になるらしいんですけどね、まあ、僕もですね、まあ、一瞬、まあ、ホテルって言われたその精神科病院をですね、ちょっとイメージしてしまうので、まあそのそういう意味においてやっぱ静かで、ああいうところがね、その利用されるっていうのもなんとなく分かるような感じがするけど、でも療養といってもどういう療養なんですかみたいな、家で療養すればいいんじゃないですかっていう、そういう感じがしますけれどもよく分かんないですね。
で、まあその僕らのホテルに一泊泊まって、まあ、こうやってまあ動画で映ってる自分の顔を見てですね、やっぱちょっと周波が増えたなっていうふうに感じます。やっぱりそのそれは なんでちょっと老けるのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれどもね、快適だった割には老けてるような感じがする、一泊泊まっただけでも。で、僕なんかその昔ね、その精神科病院にも入院したことありますし、それこそ交通事故にあってね、その災害医療センターっていう大きな、まあ、国立の病院に入院したこともあるんですけれども、その時もですね、なんかその快適な病院、快適な環境の割には結構なんかその短期的な入院をしただけでですね、その家庭的なもうとか本質的になんか違うんですよ、おそらく、構造的にも生理的にもなんかこう全然違う感じがするんですよね。その綺麗なものには裏があるっていう言葉があるように、やっぱりこういうのがそんなに甘くないですよね。生活はやっぱりなんだかんだ疲れるし、家に帰りたいなというふうに思うし、PM2.5 の問題もあったし、インフルエンザの問題もあったし、競技量の問題、鳥インフルエンザ、SARS とかですね、あとは結核とか、なんかそういういろんなまあ伝染病ってあったけれども、でもそういうのって、僕一人でいるとですね、全然意識しないんですね、普段は。不思議なことに。でまあ、ただその文化に1回ですね目をつむって1分休むとか、もちろん大体ですけどね、あとはその1時間に1回ちょっとそのパーソナルスペースを確保するためにトイレに行って、個室トイレっていうものを選んでですね、そのここに入ってまた1分間休むとか、そういうふうなことをやってるんですけれどもね、他にもそのちゃんとお薬を毎日処方されたものを飲むとか、そういうのをやってるんですけど、そこまで大きな対応はですね、昔ほどはしてなくなったなって思うんですよ。もちろん精神的にはまあもう不安定なのであれなんですけど、別に例えば熱があるわけでもないし、すごいジーマシンが出るわけでもないし、咳が出るわけでもないし、くしゃみが止まらないわけでもない、肌が極端に痒いわけでもないし、なんかこうね、怪我してるわけでもないですし、なんかそういう意味においてですね、その昔のあれは一体何なんだろう、何だったんだろうっていうふうに思わされるんですよね。でもしかすると今思うと、その宗教施設とかね、その学校とか、やっぱりそういう密になる空間っていうのにちょっとまずいのところがあったりするのと、あと自分の意識が足りなくなってしまいがちになるほど何か夢中になってしまうことがあったりするのと、人間関係のこじれとかね、あと感じだったものがなんだかんだ自分には舞い込んでいたりとか、口が開いていたまんま活動していたりとかね、いろいろあったと思う。あと病院の診察すらですね、むしろ昔の
検査とかですね、そういうのも一つリスクがあったのかもしれない。男性ですので、そのどこに行って誰かと活動するとなってもですね、その同性で活動、同性と一緒に活動することよりも異性と一緒に活動することの方がですね、まあ、多くなるような気がするんですね。それは逆に女性から見たらですね、男性と仕事をするとは思うかもしれないですよね。例えば学校のね、そのクラスにしても隣に女性がいることがほとんどですし、で縦列にはですね、男性同士で、横にはやっぱ女性同士になるので、やっぱどうしてもそうなるので、そういう性的な関係からもですね、少しずつやっぱりそういう集団に生まれるっていうか、問題があるんじゃないかなというふうに思いますね。なんかこう自分のその世界観が濁っていくような、そういうことってなきにしもあらずだと思うから、うん、僕なんか昔その学生時代はですね、そのなんか生きていてもですね、なんか夢の中にいるようなあの感覚っていうのがあって、で僕もしかするとですね、そのもうこのまま死んでもいいやとかですね、なんか思ってしまうようなですね、そういう瞬間もあったんですけども、最近はちゃんと生きてるという感じがしますので、ちゃんとしっかりね、その地に足がついてる感じがするんですけど、昔はですね、そこまでこう、まあ、楽しめなかったんですよ、モヤモヤしていて。まあゲームで言うとですね、その今はこうスマホのゲームでこう画面がくっきり広いじゃないですか。昔はですね、なんかゲームボーイの世界という感じで、こうなんかもやがかかったような感じの世界観だったんです、人生そのものが。だからやっぱり最近の方が、あのなんだかんだ楽しめてる感じがするんですよね。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。